つあるね、画面的に、ね、いろんな。はい、入った。全部入った。はい。スイッチは入ったかしら。入ったろ。スイッチ入ってるかしら。入った、入った、入った。シノダース、シノダース、こんばんは、こんばんは。もうね、タテさんの心の声が全部漏れてますよね。俺、心の声。思うとすぐ出ちゃうから。こんばんは。来たー、こんばんは。ちょっと待ってね。今から今度ツイートをするからな。みんな待っててね。はい。思ったことすぐ出さないようにして。して、あとは、あ、フレッシュ、俺の方からできねえんだ。あ、告知が入る。こんばんは、来てくれてありがとう。はい、こんばんは。エレキです。今ね、今。どうも、こんばんは。声優の篠田由香です。丁寧なんで。たてさんが、最初と最後には君らちゃんと挨拶しなきゃダメだと思って、先週怒られたから。怒っちゃいねえよ。まあまあ、どうしたらどうっていうね、提案だ。いや、怒った。怒ったっけ。怒ってないよ。怒った相撲みたいになって、相撲みたいに残った残った言ってなくて。はい、始まった。みんな優しいので待ってくれますよ。どうも、怒った、ご丁寧にこんばんは。怒った。久しぶりのフォートナイトだよ。どうも、怒った。すごい久しぶり感がすごいね。怒った。丸山さんが、あれ、あ、違う、丸山さんが嫌いなのは違うか。あれはディッシーとか。嫌いとかじゃないから。つまらんって言ったら。今日は丸山さんの、はい、いいところが 見れるゲームらしいので。悪くはなくなったんじゃない、この前から。悪くはなくなったね。まず最初の、私がいれば2位にはなれるから。そうそうそう、まあ、チームがティームだから。とりあえず怒った、怒った。丸ぼかで待つのは基本わら。とりあえずもう一回やろう、3人で。はい、やる。今日の調子を見ると、うん、今日の調子をちょっと、あの、今日のこのなんつうの、戦場の温まり方を見に行こう。まず分かった。どの程度なのか、どの程度のレベルのやつらが今日集まってんのか。また20バーサスのモードも来たみたいだから、チャレンジしてほしい。20バーサスできんのかな。あと、ちょっと僕の声がね、小さい小さいと最近噂あったんだけど、ちょっと大きくできるように、うん、外の配信で聞いたときに大きくできるようにしてみたんで、もしよかったら感想ください。タテボイス、タテさんの声への苦情はこちらまでどうぞ。個人ツイッターへどうぞ。あー、びっくりした。わらわらわら、どうしました。何ビビってんだ。画面出てきてないけど、出たー。せえな、丸山。はぁ、えい、お、ちょっと待ってな。わぁ、縦さんボイスバッチリでバランスいい。よく聞こえます。よかった。あのね、俺のマイク音量を300倍にしたの。300倍。ほら、300倍だよ。通常の3分の1に3倍にした。あれ、今日確かにタテディの声よく聞こえる。通常の3倍のスピードで近づく。アズナブル的にしてみた。あ、始まった。はい、じゃあね、うん、最初でしょ。うん、ええ、最初は、あ、地図何ボタンだろう。地図見えた、ね、え、そこ。はあ、道路、あ、何町、ね、何町でもない。なんだ、なんか文句あるか、うん、何町でもないね、これ。じゃあくれよ。しまった、飛び出しちゃった。僕違うのに。エレキが、あの、知らない人たちと一緒に飛んでった。でもなんかさ、これ飛び出す時に人がよく見えるようになったね。ああ、確かに。ああ、おさわり、まだそんな勢いで降りる。え、もっと先だろ。アメリア、今日画像いつもよりザラついてる気がするのは気のせい？え、ザラついてる？どっちだろう。スベがザラついてるっぽいけど。こんばん、まるぼか。昨日アップデしたのに今日もアップデとは知らず泣き。ね、昨日アップデだって、アップデあったよね。昨日アップデは逆になかった気がするんだよね。これあったぜ、本当に。同じ画質ですね。意外と毎週アップデしに行ってる。両方とも悪いのかな。なんかさ、今日画質パッキリしてない？パッキリ。パッキリ。あ、パッキリしてる気はわかる。パッキリしてる。パッキリ。テクスチャーが四角く見える感じがするんだよ。
すごいね、色がパキパキ。パキパキってどういう、なんだどういう意味だろう。なんだろう。いや、わかるよ。しないの、エレキさん。わかるわかる。あのね、すごいね。すごいパキパキした色なの。パキパキした色。初めてその表現。色味。あ、なんつうの？あの、目が痛い。よろしくないじゃん、こういうゲーム。あれ？この家。なんでエレキさんそれ伝わらないんだろう、パキパキで。わかんない。リョータがいた。なんか飲んでた。何もなんで切り替えるんだっけ？全部食ったよ、もう。なんで切り替えんだっけ？何そのさ、僕ちょっと慣れてません感出してさ、守ろうとしてるの。自分はね。あれどうだっけ？お前コントローラーさえあればってずっと言ってただろう。一体が分かる。放送中に終わるか微妙、わら。あ、そんなに？あ、でも私でもね、10分15分ぐらいで終わったよ。今日そんなに重めのあれじゃなかった。うん、テクスチャ改善、もう、あ、テクスチャ改善も、うっぷ立てされたんですかね。緑が目に来るの？緑が目に来るっていうかね、なんか、全体的かな。カリッとしてる。色がね、色がパキッとしてるの。わかんない、カリとかパキッとか、なんか食感かな、それ。わかってよ、わかるよね、たくさん。わかるわかるわかる。こう、AB 型的にはわかる。なんかね、淡くないんだよね。そうそうそう、パキッとしてる。うんうん、どっちがいいの、それ。淡くない方がいい。淡い方がいい。いや別に悪いことじゃないけど、悪くはないけど、色合いがこう、はっきりしてる感じ。パリッとしてる感じ。変わったなーって感じ。よかった、じゃあ変わった。なんでエレキさんわかんないの？なんで丸ぼかやってんの？そういうことじゃないんだ。やめてもらうよ。初めての発言じゃねえ、パキッとしてる。淡くないとかさ、何それ。疎外感感じる。美味しそう、わらわら。出たー、擬音だけで話す人たち。いや、でも説明はね、あ、もう私そこ離れてるからよろしく。あ、俺はもう走ってるから、川沿いを。PS4 だから無敵でしょ、エレキさん。わらわらわら。そうだから、あの、絵はすごいいいよ。あの、とりあえず流行の中に入るまで遠いからね、みんな。あん？エレキさんがすごいもだえてたけど大丈夫？だってあいつ街の中行ってるぜ。膝を折った。なんか崩れ落ちた。と嫌な予感すんな。ちょっとさ、ぐっとさ、ノース方向に行った方がいいような気がするんだけど。私の、ノースに向かって走ってる。僕今、詳しくないから、ね。ノースウエストじゃない？そっち。ノースに走りつつウエストに行ってる。あれ、今、りょうたくんあの小屋見た？なんかね、この銃のね、緑色がすごいパキッとしてる。ほんとに。光ってる色が。あ、そう。興味ないでしょ。今の麻生は興味ないでしょ。興味ない。興味っていうかね、わかんないから。言わないでくれる？興味ないのに。話に入ってこないでよ。話に。わかんないでしょ。そうやってなんかさ、合わせとけばいいかなっていうさ、そのさ。いいかなって思ってねえから別に。わかんない感じ。ほんと感じ悪い。死ねばいいのに。すぐ死ぬよ。そこまでは言ってない。そこまでは言ってねえ。そこまでは言ってねえんだな。そんな。ちょっと優しいだろう。あ、来るぞ来るぞ。来る？何が？流行が。たくさんが来た。びっくりした。りょうたくん来るってこと？来るぞ来るぞ。僕ちょっと詳しくないから、詳以外のものを見つけたら教えて。サブジよりもこっちの方が面白いのは俺だけだろうか。でもなんか人気的には結構。いや、こっちも今すごい跳ねてるらしいね。跳ねてるらしいって。うん、だすら、なんか、一番でもいいんじゃねえか、過言ではないという、噂ですよ。まあね。ないよ。クワだけ男、なんで一人だけ別行動してるの？あ、ここやばい。ダメージ受けんな。え？登ってこうか。気を探してたよ。これ登ってったら余計ダメージ受けんじゃねえか？あ、そんなことないでしょ。詳しくないよ。では、固くなってるから。スタンドガンばっかりなんだけど。だいぶ固くなってるから、的にはなれるよ。俺はショットガンばかり。この場所来るの初めてじゃない？看板があって。この場所初めてではないと思うけど、私は一人で何回も来てる、多分。さてさんは知らん。俺はそしたら、多分、その、天国から見てる。は？ああ、そういうことか。自分で。ああ、でもみんなが見てないってことは、生きてるってこと。お、宝の音がした。魚とかするけど、盾さんがいるから取るのやめよう。
なんか適当な武器置いといて、違いなくなったら。なんでもいいんだ。人を殺せるやつは何か。クワマン、わらわら。お。クワマン、クワマン、誰かみたいな名前になってる。あ、なんか鉄骨だ。鉄骨、鉄骨。あ、ハンドガン、ハンドガン。やったー。こっちかな。ミニガンゲットだぜ。殺せる、殺せる。これ、しゃがむ。で、これで、照準ね。なるほどね。全然いいのない。やべ。ポンプショットガン、ポンプショットガン。緑のポンプショットガン取った。あ、俺が捨てたやつせめて置いたって言ってもらっていい置いといたやつ。リボルバー、リボルバー。タクティカルショットガン。イェーイ。イエース。エレキさん、何が硬くなるって、わらわら。変態ですか、わらわら。そういうことじゃない。殺せる。当てると言ってない。当てるとは言ってない。ああ、置いちゃった。ちょっと待って。違うの。そう、これちょっと見ない?おざり、ここの家。あ、もう来てるな。ダメだ。見てる余裕がない。うん、あ、エレキ巻き込まれた。来てる来てる来てる開いてるから注意ね。エレキさん、今は何してるのかよ、わら。来てる来てる。おざり、ここら辺もう全部開いてるから、いる可能性大よ。でももう私今日、対抗できる武器がないのよ、本当に。撃たれた。ショットガンで撃たれた。右から撃たれてる。もとりあえず、とりあえず入った、とりあえず入った。飲まれた。当たりダメかも。とりあえず入ったけど、その構想に巻き込まれるわけにはいかないので。ただ、構想に巻き込まれてるのか、我々、巻き込まれそうだな。これ構想してるな、うん、右側で。うんうん。宇宙で構想してる、多分。多分、宇宙の、うん、その中にいると思う。宇宙パワーで。おい、宇宙パワーで。ここ気をつけろ、ここ、なんか裏になんかいそうな気がするんだけど。まだ、まだもうちょっと走っていいよね。次の、ネクスト流行まで。撃たれてる撃たれてる撃っ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 てる何あれ乗り物に乗ってる乗り物に乗って2人くらい乗り物に乗って撃たれてたあざましゃーい宇宙大戦わらわらはい宇宙力にカートみたいエレキやられたかなカートみたいなものに乗って2人乗ってたけど何あれカートなんか買い物かごみたいなのに2人乗っててね片手間に撃たれた。買い物中だったんじゃない?買い物中に片手間に撃ったか。ショッピングカート追加ってありましたね、わら。マジか、それに乗ってたのかな、二人乗っててね、片手間に撃ってった。誰が押してるの?なんかオートで動いてった。二人乗っかってて、はいはいって撃ってった。ああ、乗り物が追加されたんだ。よし、おざり、右から行こう、右から行こう、右から行こう。そこ登れない。そっち行くと。すげえ、背景綺麗だな、俺。滝綺麗。滝前からあったよ。ここ登ろう、登ろう。左。左?うん。こっから登る。うん。スナイパーライフルっぽい音したね、今。撃たれてるね。うん。左からすげえ来てるよ。これ工場だ。工場の中だ。左か。ちょっとここ行くしかねえな。やだな。次の流行行くためには。乗った乗った縦さん縦さん見て見て。あ、それだっけ嘘それさ、もう、嘘目立たないそれ。行こうぜえ、これ何これスーパーで遊んでて怒られるやつだ。あ、紫色の銃がある。あそこに。家の中。これ。降りれない。あ、降りれない。降りれない。降りれない。ママ、降りれなくなっちゃった。なんかすげえそれなんかすげえ銃が取れないんだけどすごい銃じゃんバックがいっぱい取れない私これ何それビームライフミニミ欲しい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 何で開くんだっけバック E あとだったもう行くぞえミニミ持って、うん、B アームズ俺らもうだってもう来てるもん波がミニミほら、でえーって言うやつか。分隊支援課機で行くから、誰の支援をするんだろう。こんばんは、PS4 になって神とかしたエレキさんが見れると聞いて。あ、今もう神の視点だから。うん、もう神様になりましたよ。神の視点だから。わらわらわら、お菓子は買いませんよ。これ乗ってもどうなんどうなのあれ。なんか乗ってて、でも片手間に撃たれたけど。装甲とかあるの落ちた。おさり、切ってるか落ちた。落ちた。やった。波が来るな。すげえ。嫌な予感すんな。
落ちた、もう落ちた、落ちた、落ちた、落ちた。もどかしい。見ていてもどかしい。ズルズルしやがって。ズザー、ズザー。このまますぐ行くぞ。仕方ねえ。もう絶対待ち伏せされてるけど。左から行くぞ、ザリ。ん？君右行ったよね。私右。俺は左で行く。あ、いた。発見。バルカン砲みたいなやつでやっちゃってくださいよ。撃つだけ撃って。あ、家の中入ったつもりが家の中じゃなかった。家の中ハリボテ見え丸見えの家だ。自分から喧嘩を撃ってくスタイル。撃ったの。あー、人いる人いる。それはそろそろ人撃っちゃえばいいんじゃない。お、上から落ちてきてるぞ。なんかやだよ、ロザリのところに人いっぱいいる、人いっぱいいる。どこにいる、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 どこにいる。ノース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 超ノース超ノース超ノース。あ、撃ってる撃ってる。建物撃ったね。いや、建物の後ろにいるんだよ。ああ、やられた。ヨタ。ああ、いっぱい来た、いっぱい来た。怖いよ、逃げろ。すごい武器持ってんのに、すごい武器持ってんのに怖いよ。ダリーさん、ゲームしてる時の可愛さね。ありがとうございます。そわそわ怖いよ、人倒のやだ。なんで横から撃たれた、わら。もう殺すゲームやつ。ダリーさんがおとりになってみんなが向こうに行った間に私は走るじゃ。最悪最悪じゃん。そのミニガンの意味よ。そんな強力な銃火器を持ってるのに家ごと壊せそうなのに。ウヒヒヒって可愛くない、可愛くねえ笑い。気持ち悪い笑い。こういうダメだ、もうダメだ。そして生き残るザリーさん。いつものパティーン。あ、正面救援物資的なものが。やだ、来ないで。来てる人が寄ってくるじゃん。ノース救援物資は拒み、人殺しも拒み。救援物資の周りにみんなね、建物をね、壁を作って撃たれてるぞ、オザリ。何、あの救援物資取れるの、あんなの。引っかかってる風だね。坂を使ってる。どうも、ベスト16の篠田由香です。あ、ベスト16。味方はおとりでしかない戦法、グヒュヒュって笑。おとりしかない戦法。だってさ、オザリがさ、あの、たくさんいるっていう方に俺撃ってたよ。だから、ノースにいたよ。ノースにいて、盾さんがちゃんと撃った結果、みんな盾さんの方を向いて、ぶっ放し始めたんだよ。なんでさ、ちなみに一発も発砲しないからね。右と左に分かれたってことはさ、そういうことじゃないの？そしてお互いさ、そういうミニガン的なものを持ってるってことは、そういうことじゃなかったの？なんで右と左に分かれたんだろうってよく分かんなかった。左右と相手の横から撃ってたんじゃないの、それ。左右による攻撃体制なんじゃないの、ね、そういうことだった。東軍と西軍に分かれてんじゃないの。そういうことだった。違ったかな。あ、違ったかも。違った、違った気がするな。電話撃てた。あ、それすぐ弾なくなるから気をつけてな、ミニが。あ、一気にぶっ放して終わりだもんね、きっと。うん、なんか上ボヨーンととかするけど、あと壁はん、ああもう開けられてんだ、宝箱。なるほど、うん、とりあえず私はここにいるだけだからいいや。わらわら、協力とは。わら、さすが逃げ足の女王、あざます。あ、違うじゃん。ここはマジかよ、ざま、超ざま。マジかよー。チームメイトの会話がこれが。ざまーとかな。ボヨーンって言ってるけど誰だ？ブオーンって言ってるよね。うん、誰が遊んでんのかな。あ、救援物資が来てると。走った方がいい、今のうちに。救援物資の音？映像綺麗だな、これ。しかし。いいな。それ、その銃、弾ばらけると思うよ。そして近距離じゃないとまず当たらない。あー、左！左！左、めっちゃ正面。はい、早い。家建てんの、ジャンピング家建てしていくな。でも私、意外と2発ぐらい当てたよー。なぜそこでさ、あれだけでお前、走って逃げるっていう結論を
あかん？しかもまっすぐ。あかん。タテさんのざまが本当に嬉しそう。笑う。あーやってくださいじゃん、そんなのもう。ロビーに戻ります。キュウリさんに殺されちゃった。いいケツしてんな。はい。ほら。さあ、やってるお友達は増えたかな？増えたー増えた、やってるお友達。たくさん増えた。マジけ。的だよな、わら。え、どうしたらよかったのじゃ。正体。撃つんだったら戦えよ。え？私ここにいますよだけアピールして、その前に。的にしかならないよね。パーティー招待したよね。あ、ちょっと待った。そのさ、40、なんだっけ、20対20だっけ、うん。これか。これやってみようか。これ関係ない。あれ？うわー、ちびみのどうした、その学校。60% ブーストしてるらしいぞ。何が？あ、そうか。それまで見えちゃうブースト。ああいう時は建物建てればいいのに。そういうこと？建てれないんだよな。F3 をいつでも押せるようにしとくね。F3？ F3 で階段。壁がいいんじゃない？あー、壁なんでもいいでしょ。オザリーが準備してくんねえんだ。あー、なるほどね。やっと 40% これ20、これ 20V2 ってことは俺ら以外に仲間が16人いるってこと？ 20V2 ってどういうこと？なんか20人チーム、20人が5チームで戦うから普通のスクワットよりは戦えるかと。ほう、じゃあみんなが戦ってる間俺らは隠れればいいってこと？そういうこと？そういうことなの？戦え、クソ虫どもって言いながら。20人5チームってことは知らない人たちと、あと、クゼルってこと？そう。でももう仲良くできる気がしない。みんな撃ってくる。あ、もう始まってんじゃん、これ。え？本当だ。え？嘘？始まってんのこれ。え？もうこんなに丸見みたいな。これ始まってんの？だってヒットポイントとかあるからね。うん。え、始まってないのかと思って撃っちゃった。もうめっちゃ撃たれた。もう味方もどこにいるか分かんないよこれ。いやでも全部上のマップに書いてあるから、うん、あの白いのとか多すぎて、すげえ、誰でも撃っていいの、これ誰でも撃っちゃっていいのこれ。え、白が誰、白が誰、白敵。え、これもう始まってんのこれ。白味方でしょ。え、白味方、味方じゃん全部。あれ、じゃああそこで撃ってんの敵か、撃っていい。私と盾さんは多分水色に見えてるやつが敵じゃないのかな。え、いや、あ、白い矢印ついてるの敵だと思う。白い矢印は自分じゃないの。え、そうなの。違う、あのマップじゃなくって、あの、おい、まだ出発してねえじゃねえかよ。おい、してねえじゃん。おい、してねえじゃん。どういうことよ。 いつもの待ち時間じゃねえかよ。何なんだよ。何なんだよ。どっちだよ。めっちゃ真面目に、めっちゃ真面目に撃ってたよ。まだこんばんは、いらっしゃい、いらっしゃい。バスが、バスが、すげえ。わー、すごい、バスいっぱいある。なんかもう、なんかみんな、こうって言ってる。どこ行ったら、どこ行く、どこ行く、どこ行くこれ。え、そこ行くの、敵のど真ん中、みんなこの緑のところに行くんじゃないの。わら、緑に行くの。すごい、わかんない、もう飛んだ。ソルティースプリングに行くの。私乗ってるバス、どれ。青色か。飛べ。飛んでるね。飛んだ。青色かって言いながら飛んでんじゃねえ。わらバス降りてないのにないわ。だって急になんかいろいろ書いてあったじゃん。え、でも19対76って何。え、だ俺ら以外全員敵ってことは19人以外、もう一人死んでるってことか。あー、なるほどね。儀式官、わら、もう一人死んでるの早すぎない。最初からいなかったよ、このグダグダ感。わら、うわー、いるぞ。上手い人が初手戦争に集まるところですよ。やばい、オザリやばい。俺こいつをやる。ゲーム情報番組とは、わら。こいつをやってやる。私たちは情報を提供しているのではなく、うん、楽しいゲームが本当に楽しいよってことを体現しているんである。やっちゃった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 。あたい。あたい、やっちゃった。やっちゃったの？あたい、やっちゃった。もう後には戻れないな。もうやっちゃったんならもう。そしてミニガン取っちゃった。2人目、やだ、やだ、なんかカートしてる人がいた。やだ、さよなら。手を汚したとは言ってない。
あ、読ませたらいないんだ。あー、多分あの人とお友達だったのかな。お友達やっちゃったの。お友達が、あ、俺カート取ってくんね、うん、分かった、私じゃあここで武器取ってる宝箱っていうところに俺が入ってその人殺しちゃったっぽい。え、いや、わら、あ、宇宙の力、ユニバースパワー、あ、宇宙パワー宇宙パワーこれが宇宙、頭ぶつけた、ビヨーン、宇宙イズパワー力こそパワーみたいな言い方してるけど力こそパワーのこと、宇宙イズスペース頭悪そう頭悪そうやな、英語の授業かな宇宙イズスペースカートある、ほんとだカート、あれこれ宇宙パワーの着だ、取れ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 、病院っていうの取れ取れ、それ取れんだよ、その石が、石が取れんだよ、キーボタンずっと押してれば取れるよ、あ、宇宙パワーが、取った取った、宇宙のパワー取ったぞ、エレキが、宇宙の、これが宇宙の力使いづらいこれが宇宙の力、使いづらいわらわらわら、わあ、お、チビミロさんが、お前らが宇宙でやってる間にチビミロが殺される、あ、殺した、なんでチビミロが殺した、今チビミロが 40% アップしてんだもん、チビミロさんは、チビミロが殺した、シミミロやった、あ、もう宇宙のパワー消えた、宇宙のパワー長持ちねえのか、いやーしょすげえ飲んでる、あ、なんだそれわらわらわら、たてさんわら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 、シミミロやった、手汚した、完全に見た手を汚したから完全に見たって、シミロさんと合流しようかしら、あ、でもさ、こっちチームまだ3人しか死んでないってこと、そのうちの1人俺ってこと間違いないね、マジか、武器今僕1個しかないけど大丈夫かな、チビミノさんすげえ、やるー、チビミノさん合流するぜ、あ、へい、こっちで壊しちゃった、何あの武器トライデント、これで宇宙イズパワーを手に入れたら恐ろしいことになるよ宇宙イズパワーもうあれの外じゃない、宇宙イズパワーは多分30秒ぐらいしか宇宙じゃないよね、そう、宇宙感がすぐ失われた、なんかすぐ注意力に魂を、ヒロさんと一緒に行動してるよ、今オザリの方にみんなで行ってる、でもオザリのところ、なんでみんな私がファブリするのなんでいつもってなんでいつもいつもいつもしてるのは来た来た来たどこ行くどこ行く、輪に入ろうぜ、輪の中心に行こうぜ、エレキさんはなんでそんなに作れないの、ワンタッチ要塞作った、はいはい、なんで作ったの、なんで作ったの、ティビミのこれさ、なんか戦術的にあるんだろう、きっと、あ、上のやつを取りに行くためか、ね、私の仲間たちさ、すごいさ、全然違うさ、ディルデッドタワーにみんないるけど、どうするの、ディルデッドタワー、あ、ほんとだ全然違うところにいる、全然違うところにうちらの仲間いる、あれ我々だけがここにいる、そう、我々だけここにいる、なんか別動隊みたいになってる、いや、別動隊の方がいいんじゃない、別動隊すぎんだろって話がするけど、大丈夫、ちびみのさん、エレキさんが来るぞ、気をつけろ、ええ、じゃあ我々はとりあえずこの辺目指していく、次、紫色、紫色、そこ敵いそうじゃない、いる、でもフェイタルフィールドに、すでにフェイタルフィールドかリテイルローにいそうだけど、でも宇宙からこっち来たんでしょあ、全然違うとこになった、あ、正面正面、おざり正面正面、敵いる、どこどこどこ、あの建物の中、建物群見えねえな、さすがに、ただ十何人いるものと思ってな、そうか、みんなうじゃうじゃしてんのか、うん、みんなで固まってんだよ、陽動作戦部隊だね、なるほど、後ろからチクチクやって隠れればいいのか、こっちに神経を、アップデート終わった、こんばんは、こんばんは、集中させて仲間の援護か、陽動部隊か、これ右前の丘の向こういる？いる？うん。全然見えないよ。
もどかし、あー正面左、あの小屋の裏側真正面すぐいる。え小屋、うん、小屋その前の建物にいる、破壊してる右前の建物。嘘、あの半壊してるやつ。そう、右出た、右出た、右出た、右に行った、右に行った、右に行ってた、本当だ、いた。わかんねえな。なんて。なんて、嘘だろ、嘘だろ、お前らの。どこどこ、どっから撃った後ろ、後ろ、後ろ、おお。あー、こっちか。いた。え上にいなかった、今。え、上上からじゃないでしょ。ようやく 60%。たぶんね、チミノさんからは見れる。あ、エレキ、こっちに行くんだ。ど真ん中、超絶真正面、超絶真正面、こっちに行くんだ。撃たれた。ここにいよ。え、ダメじゃねえ、ここ。この場所ダメじゃない。あ、来た、エレキのすぐ右側、ね、左。うわぁ、少し近距離でやられたけど。すげえなぁ。なんでエレキそこまで気がつかない。頑張れチビミノ。力イズパワー、分かって、よし、おおすごい、来てるよ、もう一人来てるよ。あっ、わぁ、さすがに挟まれたか。わかんねえなーって、わらわら、かわいいな、わらわら。あ、モテ遊ぶスタイルだこれ。踊るぞ。あ、踊るやつだ。踊らなかった。あ、これ他の人たちも見れるってこと。あ、仲間だから。あー、そうなんじゃん。20人、これさ、抜けちゃうとさ、俺らは何の実績も手に入れないられないってこと。あ、そういうことは。僕ロビーに戻ってた。すげえな。でもうちのチームあと6人しかいない。あ、5人だった。もうダメだダメだ、ロビー戻ろうぜ。3人、もうやめやめ。はい。その3人が超強いかもしれない。ダメダメ。Thank you, チビミノ。じゃあ、チビミノ、また後で。助けに行けなかった。チビミノさん、うまいんだけど、一緒にいたのかな。ちょっとキックでさしてね。キックさしてね。ごめんよ。じゃあ、もう一回。37人ってな。なんでおさわりプレイ中になってんの。今、戻ってる。お、来た。戻った。ちょっと、また上から呼ぶね。はい、次は次の選手はお前だ。ガーハーハーハー。ちょっとこれモード普通のにしよっか。そうね。あんまり向いてない。なんか向いてない。タテさん、よかったのにな。調子乗りすぎたか。調子乗りすぎたか。あー、高く階段作ってパラシュート使うのもありか。今のね、人ね、パン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 ってすげー坂作ってって、そっからポヨンって飛んでって、撃たれたら、撃たれたら建築しましょう。あのね、そのね、俺らね、どうしてもね、建築っていうのが出てこないね。すぐ建築。そう、建築すればよかった。やべやべ、エレキ踊ってるからこいつキックしなきゃ。なんでだ。ようやく踊るボタン分かったのに。そうか、撃たれたら建築か。もう 3,4 ヶ月くらいやってるけど。建築したこと俺らない。建築が売りのゲームなんだよね、逆に言うとね、他のゲームに比べてね。私、みんなで言う建築がこう走るだからさ。おお。おお。でもね、なんかね、普通のやっぱり FPS っぽくなっちゃうんだよな。どういうこと？あの、動きが、なんか立てるとかそういうね、発想にならないんだよね。これまだ始まってないよ。F3、分かってるよ。F3 で壁にしときゃいいの。F1、F1、あ、でも、ん？最初、これ照準合わせやすいな。F1、F1 をした方がいい。撃たれたら F1 だ。反射的に建築する技が欲しいです。70% 来たー。さあ、どこ行く？じゃあ、ここ。あ、左、ホーンデッドヒルズね。うん。湖あたりで飛べばいいってこと？それはどうかな。なんでね。なんでね。3、2、1、ゴー！遅い。いやー、丸山さん。
はい、今日雨を降らせた感想はどうですか。え、もう水曜の雨率の高さね。本当、なんか去年も同じこと言ってた気がするけど、水曜ずっと雨降ってない。今週はちょっと何とも言えないけど、あとね、ちょっとまたこのところ第1話から TRPG を見終わりまして、おノイローゼになりそうになった。第1話からって言うと長いよね、やっぱ。お前らの声で、あすごいカート回る。どうしようというんだ、こんな。みんな降りるの早いな。そう、まだ上空にいらっしゃるんで。分かっているけど、なかなか反射的に建築って難しいよね。そうなんだよね。それな、ザリーさんって憎めない妹的可愛さだな。わら、ありがとう。え何その心からの絵は。えもう 妹みたいなもんだろ。ええって、わら。俺頼れるお兄ちゃんタイプ。妹いないだろ、己。え己妹いないだろ、弟さんだけだろ。え弟さんオッケー。俺、誰、あれ違ったっけ、エレキさん弟さんだけじゃなかったっけ。俺弟さん。え、エレキ長男。そうでしょ、盾さんもエレキさんもお兄ちゃんでしょ。そうなんです、兄ちゃんです。エレキから感じないお兄ちゃん。いや大丈夫、タテさんからも感じないから。感じない。感じない。あれみんなどうしてる？みんなどうしてる？お前。みんな？うん。それぞれ楽しくやってるよ。うん、だそれぞれ楽しくやるゲームじゃねえだろって話をしてたよ。それぞれ楽しくやるんじゃねえんだよ。僕は元気。気にしないで。気にするってだ、気にするやつでしょ。おのおの気にするゲームでしょ。あれ違うか。Q 押して F 参加。ちょっとこのキーボードだとやりにくいな。面倒なに、面倒な兄じゃん。自由行動わら。たてさんは面白いお兄ちゃんだよ。ほら。外れてるけど大丈夫これ。誰？それ今言ったの。コータ？あ？コータ誰？コータ誰？架空の弟みたいな。あの弟の名前だけど。面白いお兄ちゃんだよって言うからコータかなと思って。タテさんの弟さん？うん。架空の名前が面白いお兄ちゃんなのかな。最近さ、どうだろう、面白いと思うよ、いつも。タテさんは弟さんの方がお兄ちゃんっぽい気がする。うん、ね、よく言われる。僕はしっかりしなくちゃって思う。おお！撃たれたよ、今。はい、撃たれたよ。大変だね。おかしくない？ん？りょうたが撃った？撃ってないよね。違う。え？何の話？りょうた撃ってない。大丈夫。でも、しれっと撃つよ、その人。うん。知ってる。撃たれてた！りょうたが撃ってた！嘘だろ？嘘だろ？あいつ、あいつって、あいつ、俺のエレキ打ち、わらわら。弾が少ねえのにエレキ打ちしてやったんだからな。やばい、みんなに置いてかれてる。ん？宝箱の音がする。待ってー、みんなー。あれなんか入れた。大丈夫だった。あれ宝箱じゃない？これ今の音、ボーンって言ったの。本当の弟はタテさんって言わない、わらわらわら。あ、そうか、弟もタテさんだ、つまり。玉の無駄遣い、わらわら。アイデアな。うん、右の方にいる、右の方にいる。 SE の方にぴょんぴょんしてる。ぴょんぴょんすんな、あいつら。わかりやすいな、あれ。だから届かない。ピョンピョンしていたよ、今人が。大丈夫。Q をして、壁の。え、エレキさんから見て右にいた？右斜めサウス、サウスイー、サウスイースト。そう、サウスイースト来た。この工場の中にいるってことかな。やべえな、大した武器がねえな。私もまた。あ、立ってる、立ってる、立ってる。前の方いる、前の方いるよ。スゲイル、スゲイル。でもいない、行かないといけないと思うんじゃない、あれ。行かない、帰んなきゃダメだな。
くそ。みんなどこに、どこに入るかどうかを協議してる今。ひそさばさんに今ついてってるけど。あのね、俺は一人、山を登ってる。いや、ティルテッドタワーに入ろうかどうかを悩んでる。どういうこと？今、湖側から回ろうか、刑務所っぽいところ、ティルテッドタワーに行こうか。でも、ティルテッドタワーにはもう人いるんだよ、もう。絶対いるよね。もう入ってる、完全に。んじゃあ、私、湖回る。ちょっと、みんなの方行く。早くやりたいよ。そして即死したい。いや、死なないで。即死したい。さすがの丸山も即死したいとは思っていないぞ。貴様らの役目は俺たちを一員させることだからな。M4 を手に入れた。M4 っぽいのを手に入れた。いいぞ。一員してください。人が建てたと思う建物から。勝った勝った。今夜はドンカツなりさせてください。別ゲームなんで。うん。別ゲームなんで冷静か。即死わら。誰かが立てた階段を登っていくぞ。よし、気をつけろ、ここ入ってるよ。入ってる。ケツケ、気をつけろって言った。ケツケじゃない。ケツケではない。床さんいつの間がいいんじゃん。ケツケとか言いながらいつの間がいた。ケツにはいねえよ。ケツにはいねえよ。ケツ、おお、打ってる打ってる打ってる、届くねえ。エレキを追ってる間に俺はこの町に侵入する。あっ、あ、うまい、さすが、さすが家を作ってる。だって無茶に突っ込んで行きたくなるじゃない。わー、撃ってくるね。あ、弾がもうない。あっ、あ、さあさい、そうだ、流行の中に侵入しました。俺、そのなんとかタワーの中で戦ってる。うっ、ああ、撃たれた撃たれた。どうだ。あ、シャタウ死んだ。あっ、なんか4人組が俺のことを撃ってった。あ、おざりが土下座してる木に。なんかすごい木に謝ってる。飲みすぎたんだ今日は。ういやちょ、あありがとう。テレンスありがとう。ちょっとさ、エレキはさ、なんでそんなさ、流行の外でさ、あ、なんで敵に向かって、そしてこそこそと、そこいるってば、私死んだ場所だから、うん、言ってるんだよね。テレンスがいるって。テレンスが、うん、テレンスリーがいるよ。テレンス撃つからやりに行くの。タワーにいる人たちはみんな上手いですよ。てんてんてん。テレンス撃つから俺が。お、味噌サバー行くか。あれ、味噌サバなんか力が有り余ってるみたいにふわふわしてるけど。まさか。あ、撃たれてる、エレキが。力イズスペース。エレキが撃たれてる。エレキじゃない、なんかエレキのすぐ右上に味噌サバいるからね、はい、誰かのアイテムが落ちてる。それはオザリの生きた証。え、あ、まずい。味噌サバさん超うまい。あー、今味噌サバが踊らしたのね。そうそうそう、味噌サバさんが後ろから投げた。あの味噌サバさん視点が超面白かった。後ろからここ這い寄ってね、ポイって投げた。びっくりしちゃったよ。超笑った。聞いて踊らされたのかと思って。立ててる立ててる、右の方立ててるね。もういいや、エレキ目線やめよう。味噌サバ目線にしよう。はあ、今のは味噌サバ目線で見るべきだったよ。ちょうどね、変えたばかりだったんだよね。踊らされた。くっそ、わらわら、踊らされた、わらわら。味噌サバさんうまいわ、わら。なんでその、通りすがりに踊らせていくんだよ。見せるプレイってやつだよ。あ、撃たれたりよ。撃たれたり、踊らされたり、おめえ大変だな。なんで味方に撃たれたり。頭使って撃たれてんだろう。おかしい。ここ今安全だもんな。あ、でももう、しばらくすると安全じゃなくなるのか、ここ。でもまだ30人もいるんだね。マジで。大変だな。そうそう、それ大変だな、またすごい他人事みたいな言い方しちゃった。もう他人だから、もう他人のゲームだ。小屋に行くのかな。跳ねてる。跳ねてる跳ねてる。え、そんなに周り見なきゃダメなの？
そうだよ。これジャンプしながら、あ、なるほどね、ジャンプして視界を取ってんのか。そういうことか。僕もジャンプしてみたけど、お前が見つかるだけだよ。あ、こんなキョロキョロするのかゲームって。大変だな。大変だな。お前まっすぐどこも見ないで走るだけだろ。そうそうそう、真正面だけ見てる。うん、あと お二人にちょっと言いたい伝えたいことがあるんだ。何？あの TRPG キャラがやっぱり変わりすぎだと思った。何のキャラかなっていう感じになってた、最後の話、最初から第3話が。うん。ぜひちょっと聞き直してみてください。でももう第3話が終わっちゃった。今また戻してコミッションになっちゃうのもどうかと思うんだけど、まあ、どっちで通すのかはあの次第ですけど、警戒大事ですよ、見つけたもん勝ちみたいなところあるので、わらわら、キャラブレわら。なんかね、別人だね。急に心開きすぎた。なんで心開いたっていうかね、なんだろう、あれ監督変わったのかなって感じ。演技指導みたいなのが変わったんだ。なんか変わっちゃったのかなっていう。あ、ギャグ路線で行くんだこれからみたいな。ギャグ界なのか、ギャグ界だったのか、水着界だったかな。アスカちゃんはね、なんか全然変わってないんだけどね。エレキはね、あのフィンはね、俺の名はフィンってね、最初自分が負けて言う時だけフィンでね、それ以外はずっと丸山エレキだった。監督変更わら、ルルーちゃんわらわらわら。でね、丸山エレキがね、あの順調に秒を進めるごとにヘイトを貯めてくプレイングで、ああこうやって嫌われてってるんだなっていうのは。すごい、中の人目線の話じゃなくって外から見た目線の話していいですか。うん、外から見た人視点としては、多分丸山が成長して、うん、丸山がラノベの主人公みたいに話を進めていくのが多分一番言いやすいと思うんですよ、まあの話って。ね、ただ丸山さんはどんどん皆さんもご存知の通り、あの察しが悪いから、察しが悪いから、こう話を進めていかなきゃいけないってカナンちゃんとルルーちゃんが察してなんか動いてる感じがあると思うんですよね。あ、こんなとこあるの、こんなとこ初めて見た。すげえ。でね、成長しないんだよ。まるで成長しない主人公、困っちゃうね。でね、本当にね、クズになってくる。クズになる。死体は調べるだろう。カナンちゃんは最初から飛んでたから、わら。次回の TRPG も楽しみだな。ありがとうございます、楽しんで。上に行った？うん、上行った。すげえな。上行った？すげえな。テロテロ動くな。テロテロ。擬音。よし、終わった。あ、ダウンロードが終わったそうだ。おお。ああ森蔵がいた。なるほど。エレキ出たところに森蔵いるからな。そして、味噌サバまだ生きてるからな。え、裏に走ってけ。そして味噌サバを助けろ。おう、そう、味噌サバさんを助けて。裏ってどうやってったらいいんだ。走れ、出て走れ。右回って走れ。そして回れ、そのままぐーっと回れ。裏。テロテロ、わら。助けろ。わー、へしょかー。ヘッドショット捉えたのかな。そして、花パワーだ。え、なんでやめたの？やめるな。あー、来た。エレキ、足音してるぞ、後ろから。来た。前回、一気に。なんなの、もう、丸山。なんなの、隠れるよりも、助けることを優先したんだよ。というよりも、来たら、一回やめないでよ。倒してからやれよ。ちょっと移動したら終わったんで。あー、わらごめん、ね、ダメだったか、わら、味噌サバダメだったか。もうこの人も次そういうことやったらこの人もキックするから、この PS ちゃんと助けようとしてた。次はお前だ。だーれだ。よろしくお願いします。ケンディー。お
噂の。あれもしかしてまだ入れてん、誰がダウンロードしてたって、さっきダウンロード終わったって言ったのはケンリーかな。別に他の人もログインしてる人がいるんだったらログインしてる人から順番でもいいんじゃないか。いや今ねオンラインになってるんだよ。じゃあ2人同時に警戒心出して、わら、エレキさん見せ場だったのに。あ、来た来た来た、助けることで見せ場作ろうと思ったのにな。準備 OK。 じゃあ次シンさん。ルルちゃんそんなにダメか。ダメっていうかね、あのね、じゃあ、あの言葉がね、すごい鋭利な刃物みたいなあのワードのチョイスになってた。気がするよ。それは気がするよ。でね、鋭利な刃物。回が進むにつれてね、アスカちゃんはね、ドンキみたいにね、エレキのことを言葉で殴るんだよね。なんかじわじわくるね。まあ確かに言いたい気持ちもわかるんだよ。建築で囲ってから起こすとなおよしですよ。なるほど。建材持ってたかな。建材多分持ってた。さっきスピード感が良くなかったからな。いかなりが銃を取っていた。よし。違います、鉄骨でした。もうどうでもいいわ。お前の頭を殴るんだよそれで。すぐ死ぬ。おロンリーロッチね。ロンリーロッチ。お前そこのロンから言いたくなるのもすごくわかる。ゴー。早いゴーって言いながらも飛んでたからね。いやーフィンさんもうちょっと察しよくなれないの？あね、察しよくなりすぎると。いやだってあれ演技じゃなくってエレキさんでしょ？察しよくなりすぎるとあれでしょ。あのさ、他のオンラインセッションに参加してきたら、え？俺ら TRP 内では先輩とか関係ないからね。俺らのことはいいからもう。でもとりあえずこの丸ボカ内でまず先輩と後輩があんまり関係ない状態になってるかな。そうね。そうね。フルスクリーンにできなくて見づらい。なんか頑張って。あれだよね。エレキのポジションは三国志で義語職で言うんだったら、うん、あの高尊さんぐらいだよね。割と嫌いじゃないけど。その例えわかりません。じゃあ高尊円越みたいな感じ。わかんない、それともわかんなくなって。後輩無双ドットツコツみたいな。あ、こっちじゃないな。嫌いじゃないな。宝の音がしたぞ。エレキさんのことをこの番組内で丸山って呼びすぎて、事務所内とかで集まった時なんて呼んでいいかちょっと迷うんだよね毎回。丸山でいいんじゃない。丸山だとおかしい時あるから。そうそうそう、だって他の先輩たちもいるじゃん。それ俺どっかで何かの時に、あの御社の事務所の社長にお会いした時に、あいつも丸山がお世話になってますって言ったんだ。逆でしょ。すいませんほんといつもうちの丸山をって。なんでだよ。所属が縦ティのとこになってる。スタジオ縦になってる。きっと迷惑かけてんだろうなというふうな思いから。貢献してるわ。スタジオ縦所属。武器がないよ。音はすんだけどな。お宝のね、私もお宝の音するけど。あ、上だ。はい、分かった分かった。発見。上にあるのかい。あ、私は真横にあった、真横に。何もないよ。わらわら、行っちゃったのか、わら。何もない。しょうがない、わら。エレキさん、ライターになるの？ならない。何もないんだけど。大したもんじゃなかった、しかも。何もないんだけど。丸山さんにはいらないってことだよ。はぁ、どれだっけな。確かに今日発砲してないから。ああ、最後にでも2回ぐらいはでもいつもお世話になってますって言ったのかな。1回目は現場でお世話になってますって言って、あの丸山が、ええ、2回目はおざりのライブの時だったっけな。
すいません。私のライブの時はとにかく関係者もいっぱいいたからね。うん、いつもうちの丸山が。あ、いえいえって言ったよ。いえいえって言うしかないじゃん。うちの社長優しいから。優しいから。使えます丸山。丸山は使えるから。便利だから。使えたっていいです便利だから。本番に弱いんですよね。本番の強さも最近発揮してるから。ほほう。家でいくらやってもうまくいかなかったのが本番でうまくいくっていうね。ちょっとなんかの取材入れましょうよ。何かの取材を入れてエレキさんメインで。丸山エレキのゲームショーをやらせてくださいって言えば一人で今回行きますって言ってさ。丸山エレキ抱き枕ゾーンから離れないかもしれない。これ触っていいんですか？これ、あ、触って。しまっていい、触っちゃダメですよね。ダメですよね。そこなんとかでも、一応取材なんで一応、抱き心地とかちょっと。あ、この部分だけ触ったり、あ、できませんか？あ、できません。シャメだけ一緒にちょっと取らせてもらって。あー、こういうものです、こういうものです。ちょっと抱き心地いいですかって、そのままさ、コンパニオンさんをさ、抱きしめてみるとかやってみようぜ。終わる。ちょっと抱き心地いいです。お、始まるかもしれないだろ。始まると同時に終わる。懲役刑が。何かが終わる。下心しかない お勤めが始まるよ。バーストアサルトライフルの中古品が落ちてた。お勤めとかもマジ無理。これ落ちたら怪我するんだろうな。いいじゃん、事務所に。そしたら、篠田ゆか出演のお知らせところに丸山エレキ入所のお知らせ優勝そして出所VR 彼女とか無限ループ VR 彼女 VR もう一回やらせてもらっていいですか。 VR 彼女が今 Steam で売ってるので、買えって言ってんだけどエレキに、その媒体をね買うのがちょっとね。そしてVR 彼女で、あのパッチを当てて、あの本物の VR 彼女にしなさいと。それをあの画面映さなくていいから、姿だけを実況でやりなさい。ダメだから。あ、ここさっきさ、お宝たくさんあって味噌サバが殺されたところでしょ。そうだね、跡地だね。味噌記念館でしょここ。できるの早いな、記念館。どっか宝があるどっかに。もう取られた後です。なに、それは味噌サバのなんでボーギャンさん、ボーギャンさん。あー撃たれてる。あー、どこどこ、大丈夫、助けるけど。撃たれずに帰ってきた。撃たれずに帰ってきた。どこにいるんだろうな。どこにいるかは分からなかった。おざり何色、赤、おざり、紫。いるじゃん。すぐいるじゃん。どっから撃たれたの？あ、いた！どっち？コンテストにいる。ダメだダメだ。今、俺も撃たれた。上に今逃げ返ってる。さすが早いな。逆から来るかな？あ、まだ向こうにいる。もう落ちたね。あ、盾さん。欲しかった、こっち来れば。あ、あ、サバさんノービス、お前敵だったのか。敵だった。あー、殺された。上から来たノービス。ノービス。ノービス。あのひらがな、なんかイラッとすんな。ケンディ、頑張って。もうお前だけだよ。入所のお知らせする必要、わらわらわら。本物のわら、味噌記念館、わら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 。味噌記念館に散る。味噌記念館でも。入所のお知らせする頃にはもういないんだろうな。ケンディ見せ場が。お知らせ。丸山エレキの仮出所が決まりました。
そのだからお知らせ必要もないね、もういらなくなってるね、もう事務所からね。もうクラウドファンディングとかひどそう。どういうこと？仮釈放のお金の保釈金をみんなで集めよう。集めよう。目標金額800万で終わったら意外と高いな。だってあれ逃げそうな人ほど高くなるんでしょ。逃げないから頑張ります。で集まったのが2円とかよく2円手間の方がかかりそう。なんか手続きの方が大変。エレキさんから手書きの手紙が届きます。あとは あの面会できる。二人きりで会えるよ。あのいや壁の向こう側でこう手を監督さんいるからダメだよ。ああそうか。手を当てられるから介入してこないです、うん、介入はしてこないから大丈夫。邪魔しないから。あパルマみたいな感じでトラワルのエレキ。おまたかぶったし。もう100円くらい出すよ。ありがとうございます。お疲れー。たくさんいたな。たくさんいた。ホワイトシャークに。ホワイトシャークチームトラワレのエレキ。トラワレのエレキやだな。お風呂のシーンとか全然見たくないもん。豆腐だから。じゃあケンディありがとう。後でね。よいしょ。タテディの儀式の、タテディの葬式の挨拶並みにいらねえわら。次だね、しんちゃん。しんさんや。しんさんや。シャワーシーンも見たくないし。シャワーシーンとかもこうあのみんなでこう入れられるんだよ、エレキが。僕を助けたかったら、たくさん確認して。この語呂の良さよ。語呂はいいよね。トラバルのエレキ課金してよね。ほら、ハルトは手がこう触れ合う感じじゃん、ガラス越しに。だエレキもこうガラス越しにこう触ってると、どんどん触ってるところが、額を曇ってくるの。あの男の子、もう一人の男の子はガラス越しのキスじゃん。はい、額とかでもいい。額を当て合ってもいい。きついな。ガラスがあるんだよ、間に。でも体温感じちゃうから、ね、ガラスが間にあるっていうそのさ遮られてる感のこの良さがわかる。わかる。じゃあやめては。じゃあトラワルのエレキは新システムでコンクリート越しだから。何も何も見えない気のせいかもしんない。こっちが気のせいで。きついなぁわら。のせいで当ててんのかもしれない。このさ、なんでみんなハーレークイーンみたいな人がいるの？このまた、そう、服装を購入できるんじゃない？あ、ちょっといつもと違うあたりじゃない？ここにエレキが囚われてるのね。いない。いない？いない。いない。丸山はいない。丸山いねえんか。うん。あ、ちょ、処刑されたんか。お前処刑されちまうんか。もうびっくりだな。エンマ様も喜んで反抗。丸山くんのことは忘れなさい。すぐ忘れた。みんな。はーい。はい。翌日。はい飛んでんじゃん。ハーレークイーン好き。マーズアタックみたいな感じで。でも俺エレキが捕まるときもちゃんと言うからね。野球やめないよねって。やってねえわ。やってねえよ。いつか野球さえ続けてればあえすげえいる。すげえいる。それなんかの漫画？え、あのメジャー。あれメジャー捕まったっけ？捕まってないけど引っ越してくる。相手も捕まった。ゴロ君野球やめないよね。星くんね。うん。です。まああのメジャー2でも同じようなシーンが。玉だけあったんご。あれ？見てないかなこれみたいな。やってねえわわら。多いねえ。今もう。あれハンバーガータウンだっけ？何タウンだっけ？無理だ無理だ。あの街無理だ。あの街無理無理。本当無理。グリーシーグローは諦めよう。うん。どっちから行く？ゲロ吐いちゃうぐらい無理。
あ、意外と。でも、グリシーグロー。やべえ、これ中だ、中だ、これ。中だ、どうしよう。武器が、武器が。武器今、桑の宮で。あの小屋はどうだ？どうしよう。こっちの方から入る、じゃあ。もうちょっと遠くにして。回り回って。これ、まっすぐ行って、裏から行っちゃって、このさ、俺、東京丸井のガバメントみたいなもん手に入れてるからさ。お？こっち行くってこと？撃たれてる！超撃たれてんじゃん。絶対行かない、その街中。街中さっきやめとこって言ってなかったっけ。あ、うん、今行くから行き返して、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 おざり、おざり行き返して、はい、今撃たれないところにいるから、行き返して、僕を。私？僕を行き返して、魔法少女になってよ。我々超離れてるから、もう無理だな。自殺行為、わらわら。行けるかと思ったんだよ。宝箱じゃねえ、あれ。野生の宝箱ある。あ、違う。うわぁ撃たれたじゃん撃たずきとどめ刺しに来てたあぁ何なんだよ大丈夫かお前ら、大丈夫かああ僕どうしよう。俺と契約したばっかりに。ソウルジェムが、ソウルジェムが濁った。あなたも濁りましたか。分かっていただけましたか、この気持ち。おさて、シンさん、上からすごい足音するところにいるけど、上どん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 誰かが走ってるぞ。すげえ怖い。このシンよく言ったな、シンさんや。合流した方がいいのかな。いや、合流しない方がいい気がするな。これすごいね。超絶屋根の上で走ってる。うわ、そして撃たれてる。すげえ、すげえ避けてる。超避けてる、すごい。避けてるの。今4人に追いかけられて、今土下座してるところ。あ、誰もこれとどめささないスタイル。これエレキさんそっちいるんだって。シンさんそっちいるじゃん。いるけど、いっぱいいるって敵。この前なら助けられるかなと。ああ。いや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 、もうハイエナみたいに周りにいっぱいいるから。じゃあさ、これさ、もうみんなロビーに戻っちゃってさ、エレキゲーム中だからさ、ちょっとキックして一人でやっていただいて。なんでだよ。なんでだよ。泳がして味方もパターン。ああ、そういうことか。撃たれたし、撃たれたし、あ、撃たれたし、クワ振り回してるで、わらわらわら。激戦やな。激戦やな。全然いいところなかった、わら。お人いんの。珍しくエレキさんが生き残ってるだと。どうや。でもいいところはなく、生きてるだけだからな、こいつ。はぁ、あ、ほんと生きてるだけだからな。すごい、エレキさんジョギング感すごいね。そうだろ。もう9時や。お前、楽しい時間はあっという間やな。マップを見よう。何キャラなの？何キャラなのね。今何キャラで行こうとしてんの？うるせえな。何キャラで行こうとしてんのとかないんだよ。教えて、説明して。説明して。ないんだよ、それ。今の面白いところ説明して。面白さはねえんだよ。え、なんで行ったのじゃあ。なんで行ったの？言うことなすこと。今正面から人が走って向かってきてたけどさ、それを無視したのはわざと？もう後ろだけど。どこ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 よ。どこさ。コントローラーやりやすい。やっぱりプレステ4とかで動きしようよね。あ、枝だったわ。やりやすい。枝だったんかい。お、豚に真珠、エレキに。エレキに青武器。早いねー。おざり早いねー。それバライフルだ。やった、これで勝つ。エレキに青武器やな。青武器やね。うるせえな。うるせえ。早いな。ピンはそっち方向に行かせるの？行かせるの？まあ自由に刺すときゃいいんじゃない。ちょっとね。いつやろうかな。縦先生的に、あ、でも前回が
フィン主役にしようとしたらフィンが主役になれなかったのか。そうそうそう。だもう一回チャンスをやるか、もうチャンスをあげないかではもうまあまあもうできてるんですけれども。まあ、誰が主役になるかね。まあ、作ってる最中に話変えちゃえばいいだけの話で。そうね。今回もうマップとかそういうの作んない。お。絵を描くやつはね、フィンさんは生きてるポンコツだけど、カナンちゃんもポンコツになっちゃうからな。生きてるポンコツってなんで。あれなぁ、もう、地図描くだけで。カナンちゃんの地図、地図じゃなかったもん。ある種、伊達さんがチクタクバンバン?チクチクバンバン?チクタクバンバン。チクタクバンバンじゃない?チクタクバンバン目指してるって言ったけど、カナンちゃん描いてた地図、チクタクバンバンの盤面だったもん。盤面だよ、ね、地図になってなかったもん。あれを地図と言うのかと。待ってください、並べるんでって言ってて、ちょっとよく分かんなかったもん、最初の頃。並べるって。並べるんで結果ポンコツ。昨日ね、もうキャラクター保管所ではもうキャラクターは作っておいた。早っ。早いな、それは早いな。伊達さん、思い立つと早いよね。うん。思い立つまでがちょっと腰がね。でも可愛い、それな。エレキの場合は？え？でも、さらにキモい。は？ここで住もう。ピンさん。ここで住もう。そこに住んだら外だよ、だって。あ、外なかもう。これな。何？あ、外なかもう。あ、もう外なんか。外か。なんかあそこでモワモワしてる。なんだあれは。降りてきた救援物資。行ってみよう。やってみよう。やられてみよう。誰か通らないかな、あそこ。僕狙ってるから。そっからじゃ絶対撃てないと思うよ。車線が通ってないもん。とりあえず僕なんとなく中に入ってみよう。ねえ、これロビー戻っていい？え？え？じゃあエレキ頑張って、おざりと TRPG の話してるわ。いや、今その状態で話してもいいんじゃない？やっと設定変更できた。なぜか最小画面になっててきつかった。わら。あ、 PC か。あ、そうそう、中に入りたいな。パソコンで1個ね、まだまた積みゲーを増やしたんだけど、うんうん、積みゲー、ちょっと宇宙をもう一回やる前にちょっと面白そうな RPG をやろうかと思ってね。 RPG をやるんだ。もうドラゴンクエスト2っていうやつを。ドラゴンクエスト 2？ やんねえよ。人が3をやってたら2を。大体からさ、私の配信見てるんだったら、たてさんもやればいいのに。違うよ、ちょうど配信やろうかなって時に、思う時に限って君ら二人がやるって言うから、じゃあやめとこう。違う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 。レイヤーズ・オブ・フィアーをだよ。いや、それはもういいよ。怖いんだもん。みんなが求めてるんだよ。大丈夫、次はホラー RPG だから。ホラー RPG なんだ。なんかね。もっさりしたプレイやなぁ。はあ、エレキさんの見せ場来るのかな。来るから。だって、おい、もう正面にいるじゃん。今ヘッドショットしちゃうよ、それ。一人でマイクラやらないの、タテさん。マイクラはね、俺は一人ではね、昔ね、ゲロ吐くまでマイクラやったことがあってね。エレキさんのちょっといいとこ見てみたいような気がしなくもない。ヘッドショット今狙ってるから。いやね、なんでそっちでヘッドショット狙ってんのかっていう話ですよ。もうどこ、どっち、どっち、正面、あ、もう行った。木の向こう側、正面、そのまま正面。ホラー RPG、なんだろう。あれ、心臓がキュッとなるのよね。そうなの。なるね。ホラー RPG はね、ガタンと音が出ない。夜になると、食人族に襲われるっていう、オープンワールド RPG。びっくりした。うん、もう、エレキ。断固拒否、わら。ん？もう、敵の位置把握できてないでしょ、もう。どこにいる？え、お前の今左側。それはもう後ろだよね。そう、そっち方面。もう動いてると思うけど、最後に見たのはそっち方面。もうそこにいねえよ。他の人がいるかもしれない。
落としまくってんじゃん、左側から。ほら、立ってる立ってる家が。本当だ。ちなみにそれは別にスナイパーライフルじゃないから気をつけてな。え？違うのこれ。うん。アサルトライフルに4倍ついてるだけだから。撃っちゃい撃っちゃい、あの倒れてる人。あの、弾の落ちる角度を計算しないとダメだよ。上から2つ目で照準を赤じゃなくて下の黒で合わせて撃ってみ。ちょっと落ちるってこの間言ってたよ。そうなんだ。距離によって。ぴょんぴょんしながらよく立てられるね。フォレストかな。お、攻めようよ、エレキさん。そこじゃねえよ。そこ、誰、どこ狙ってんの。もっと下だろ。お前、もうダメだ、俺。なんかね、マイクラとね、ホラーとね、食人族を合わせたようなゲーム。食人族合わせるの。食人族が入った段階ですごいね、急に。攻めようよ、エレキさん。諦めた。今の場所は諦めたよ。これ誰かいるんじゃないの。これはアサルトのスコープなんで落ちないですよ。でも、落ちないってよ。でも飛距離が落ちるよ、絶対。あー、あれかあれかって分かるんだ。タテさんの言ってる意味を理解してないよね、エレキさん。わら。でも落ちないってよ。落ちるよ。全部弾道は落ちるって。それは、あの、スナイパーライフルに比べて飛ばないもん、それ。スコープがついてるものは全部砂だと思うな、丸山。おぉ。なるほど。これ違うんか。エレキさん、頑張らないと視聴率が。頑張らない。今これ、ダラダラしてる時間だからね、これ。そうなの。そうなの。こうワイプで右側で榊原郁恵が歌ってる感じの時間だからね、今。水泳大会かな。プロリもあるやつから。地味に生き残ってるなぁ。せやろ。でもスナイプ系は落ちるけど、アサルト系は落ちない仕様のゲームだって。上、そうなんだ。上、打ちて。届かねえだろ、それ。これ届かないのこれ。じゃあ赤で狙ってみ、赤で。落ちないらしいから。あ、ほんとだ。弾道まっすぐだ。やったよ。おぉ、エレキー、お前、人が倒した敵を、お前が食ったことになってるぞ。169メートル。お前、お前、人が倒した敵のとどめだけ刺してもらうっていう。それ。わかる人昭和でしょ、わら。おお、当たった。奇跡、わらわら。おお、当たってる。そうだ、せやろ。全然、でもこれ、見せプレイでもなんでもないかったけどな、今の。弾道がまっすぐかどうかが確かめられるプレイだったね。うん、まっすぐだったね。まっすぐだったね。使用で落ちないんだ。スナイパーライフルよりも、これを使った方がいいね、スナイよりも。おう。これもあの天空城は誰もいないってことは主は、うん、天空城行っちゃえよ。お前が今から二代目天空城の主だよ。左側のなんか森の中、光ってる、なんか敵いない？草の中。ピン並みに消す。草の中にはいねえよ。なんか光ってる、なんか光ってる、なんか光ってるぞ。でもなんか草の中に危ねえ、虫か、危ねえ。虫？あれ光ってるの、虫？草の中に。左、もっさりした、そんな、それ光ってる、光の加減だ。行け。光ってるあれ。じゃあ天空城の中行っちゃえ。天空城の中、こんなさ、野ざらしじゃまずいよね、これね。面の中心近いけど。あと13。ああ、お、失った。これ天空城の周り、武器がたくさん落ちてるよ。お、エイリさん、世界の中心にいるじゃん。ほら。そして来るんだから天空城行っちゃえって。死体調べるの死体調べる。人の武器取っちゃえって。ほんとさ。左。後ろじゃない？あー、いた、すげえ飛んでんな。撃っちゃえ、頭出てんだから。ちょっと見えない。あー、下嵐のフィンだった。わら、トントントンと撃て。トントントンと、もっと全然勝負なってないけど。ずれてる。なんでそんな調子合わないの。ええいけるええー、嘘だろ。なんでそんな合わないの。丸山さん、もっと上ですよ。もうちょっと上ですよ。喋れない。頑張れ。結構なチャンスなのに。嘘だろ。お、
お、お、倒した。倒してないよ。じゃあもうダメだ。ちょ、細かと。ちょ、細いな。だって手前の葉っぱに当たってんだもん。弾が、全部。当たらない、わら。もう、そこにいるんだ、ずっとお前立てないで。え残り6人。お、結構残ってるじゃん。しかも当ててる。当ててるだろ。何キルした何キル ?1 キルじゃないだろ。キルは1だけ忘れてた。ダメージ、ダメージ表示は見えてる。後ろ気にしたら、うん、後ろからだって撃ってるもんね。撃たれてたもんね、今ね。お前越しに関係なく撃ってる人がいたよ。うん、そのさ、覗いたら覗きっぱって一番やっちゃいけない。でも攻撃されないね。なんでだろう。脅威だと思われてないんだよ。あ、逆に、あ、はいはい、クソプレイ、クソプレイ。クソプレイじゃ頑張ったでしょ。今までで一番でしょ。はい、クソプレイ、クソプレイ。はい、頑張りました。なんだこれは。はい、ありがとう。検討したでしょ、今まで。次。来た、わら。バレたらすぐ、わらわら。お、ちびみのは離席いない？いない。じゃあ、順番で言うと、ケンディー、ケン、いや、味噌サバラ。ドキした今。すげえドキドキしてた。楽しい、トータル楽しい。よかった。ほんと？あの、見てる限り楽しいのかどうか不安になっちゃうぐらいなプレイングだったけど。楽しかった。まあ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 、マルちゃんが楽しいって言うんだったら、マルちゃんが楽しんでいいんだったらそれでいいよ。ありがとうね、トモちゃん。さんつけろっつってんだろ、デコスケ野郎が。なんだ。でも珍しくエレキさんの見せ場だったね。え、今のプレイで？あの、ほらほら、あのハイエナするとことか。ハイエナする、ハイエナは不可抗力でしょ。狙ったらたまたま誰かが撃っちゃっただけ。そうか、あれ長距離として使えるんだ。使う、そのためのスコープだよきっと。それが分かっただけでも功績だよ。横に走ってるエレキに当てる練習を。当たらんよ。うぃ、当たんないよ、ついつい。当たった。うぃ、うぃ、うぃ。なんで全員撃ってきてんの？なんで探検者全員撃ってきてんの？おかしいだろ。あれ、あれ、誰かに囲われたらしい。おかごいさせてた。おかごい囲われた。囲われた、誰かに。誰かの女でやっちゃうか。はい。リスキーだね。すごいリスキーだよ。私の選んだ場所、うん、好きな場所取りてるね。リスキーリールズのところね。カニさんがいたところ。カニさんいたかな、わかんない。お、みそさんそっち行けって言ってるぞ。俺はみそさんについてくじゃねえよっていうか。ちょっとずらしてるね。俺はここ行くぜっていうことね。レゴーは言い方。言い方。やる気になるだろう。あ？どうだ？やる気になっただろう。あ？どうだ？明るくなっただろう。ヘイトが溜まるだろう。溜まる。ギューンって溜まる。本当だ。みんなバラバラに飛んでいく。みんなバラバラか。そっか。そんなことないよ。感じか。あの家か。ここ、そこ、そこに決めた。使いたい。あの、そこに決めた。君に決めたー。かぶっててわかんなかった。同じようなことかぶっててるかも。私は多分最近。かぶりすぎててよくわかんない。シンクロ率良すぎでしょ。やだなぁ、伊達さんとかぶんの。もうずっとヘッドホンで同じ音楽聴いてるみたいな感じの生活を送る。気持ち悪いわ。あの変なあのタイツみたいなの着て、数字に合わせた同じところに手を足を置いたりするやつやったらいい。何それ。ツイスターゲームだっけ。ツイスターゲーム。
なんでそれやんなきゃいけないの？シンクロすることと関係なくね。楽しそう。詳しくはエヴァンゲリオンを。だってあれ別にシンクロ率を高めるゲームじゃないよね。うん、違うけど。なんかちょっと、とある作戦で必要だった。え？作戦？あれ？あれ何作戦？ヤシオリ作戦？ヤシオリ作戦、ヤシオリ作戦は、あっちだからな。ああ、エレキの里見が出てるやつ？うん。エレキの里見僕の里見ではないけど、みんなの。あ、人の里見じゃあれ。そうそうそう。クソだ。ほら。こら。ほら。すげえさっきから宝箱のに音がするんだけど、全然見当たらない。どこだ？輪の中にいる？いるよ。いるんか。あったあった。やったあった。いるんか？いるな。近くにいるな。すげえ近いな。赤い人。ここもいないんじゃないか。これなんだっけ。これどこでもどこでも要塞だっけ。IT 社長の点点点。もう IT 社長になりたい。IT 社長に俺はなる。YouTuber の次に来るんじゃない。に IT なりたい職業 IT 社長。なっちゃうか。もうダメなタイプのやつだそれ。第2希望 IT 社長1位第1希望 YouTube 進路希望ちょっと職員室まで丸山エレキって書いてエレキって何第1希望おい丸山自分の名前ちゃんと書けなくなったかいやエレキの方が目立っていいかなって次やりたい役 IT 社長の役がやりたいですお忍びで旅行とかしちゃうぞ。みんなどこ？忍びなさそうだな、エレキさん。忍びなれども、忍ばない。見てほしいでしょ、むしろ。マスクをちょっとわざとずらして。見て見て、丸山エレキだよ。僕がエレキだよ。大丈夫だよ。ソロで練習したけどガトリング使いづらいね。なんでさエレキが通った後なのにさ、宝箱があるかっていう話ですよ。それはまだクワの人用にねこう置いてあるわけですよ。なんでエレキの通った後にふんだんに残ってんだよ物資がさみんな用ってことでしょ。すんごい木がなびいてるね。なびいてるけど人関係ないからとりあえずさ物資集めに入ろう。あれ今回なんかすごい人数減るの早いね。もう39人だ。どっかで誰かが何かを壊してる音がする。ワイラが壊してる。いやいや君らから結構離れて私結構離れてる。で戻りつつもう一回あの迷路のところに戻りつつ降りたところよかったね。うん、いい感じに誰もいない。ちゃんと円の中だしね。あ、こっちの方が欲しい。エレキ包帯やる。包帯？ここにダンスのボールがあるよ。いらないです。ね、これなんだっけなぁって聞こえたけど。なんで？ガトリングは使いづらいですね。ガトリンクは照準も定まらないですし、弾がすぐなくなる。あれね、ミニガンはさ、あのしかも温め時間があるからさ、ブーンって。それがいいじゃん。それがいい。だがそれがいい。だがそれがいい。さっきのあの武器ないかな。どっかなんだか違うやつも。多分弾筋が落ちたと思う。駆逐狙える。弾があんなに落ちないんだったらいいな。いい。エレキには絶対持たしちゃいけない武器だあれ。えもったいない。ああエレキにはもったいない。幾人か痛めつけたでしょエレキに。青武器まあ残念ながら今緑武器が最高ですよね。私紫。あ
やばい、タテさんみたいになってきてるな。やめた方がいい。あ、人がいる。やめた方がいい。本当やめた方がいい。何が何がえ、生き方人格が生き様生き方お前、誇っていいんだよ、それは。え、やっとそこの高みまで登れたってことだから、ね、誇れると思う。あんまり誇れないと思います。もう誇るようになったらもうもう危ねえ。今味噌サバお前踊らそうとしてるだろ。お前その手には乗るか。E の方向のロンリーロッジの中一人いるからね。ありがとう、ありがとう。イースト方向いけ。ロンリーロッジの中人いっぱいいるからね。ロンリーロッジの人いっぱいいるの。ロンリーなのに。じゃあ僕は円の中に行くね。みんな円の中でしょ今。より円の中に。多分絶対次外れるでしょこれ。あー、いいなー。外れないっしょ。外れる？外れないっすか。あ、ほら私なんて円の中心だぜ。お前本当に生き方が。もうまでもかやめる。私なんて円の中心だぜ。言いそう誰か言いそうな人知ってる俺で。そういうこと。なんかねすごい親近感湧いた今。ダメだこいつら。もうダメだ。低めの高みわらわら、中心が言えないエレキわらわら、やめるわら。これさ、これどこでも要塞かな。だって多分これでさ、え、まるっと3年ぐらい盾さんに雇われてる気がするけど。雇われてる。雇われてる。ひえひえ。もう生活の一部だろ。やめてほしい。なんかみんな街の中に行ってるこれ。行ってないよ全然。あれこれ街の中であればね。マジこれ。このさ、一応どこでも要塞立てちゃうね。ダメみたいですね。ポケットフォート？これ多分どこでも要塞だよね。俺が持ってるの。どこでも要塞。どこでも要塞。やめろ。やめろ、ここだって主張すんの。だってここだったらすごいな、ここ上からさ、味噌サバがいろいろと打ってくれるんだ、一番高いから、ここ。おお、ここ見晴らし良すぎ。私も16発だったらある。良すぎだな、見晴らしが。どこから攻められてもおかしくない。僕も入る。お前ダメだよ。は？あ、ほらピョンピョン跳ねる。扉閉めたいのに、扉閉めたいのにピョンピョン跳ねちゃう。はい、閉めた。これで今丸山が、サウス方向誰もいません。今丸山がね入ってこれないように今あの蓋したから入ってこれない。ジャンプしても天井に当たる。あらはあ、どういうことこれ。ここ開けて入ってくる人のためにやってよ。もうじゃあこのさ、ちょっとこういう風に立っといた方がいいってこと。こういうこと。ちょっと建築に今から勤しむ。サウス方向誰もいません。あ、撃たれてる撃たれてる。オッケー。どこ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 。ウエスト。ああ。パンパン。あれ中に入っちゃってんね。あ、いた。パンパン。パンパン聞こえるよ。大丈夫？丸山は下から撃って。下から？あー、ごめん。撃たれた。奥へ奥へ奥へ。上後の奥へ。撃たれてる。危ねえ危ねえ危ねえ。直してる？直してるね。直してくれれば私包帯持ってる。ありがとう。あ、落ちてった。落ちた。誰が？私が。おお。誰か来てんな下に。ああごめん撃たれた。方向は。建物の中入って。建物の中入って。入れないのか。入れない。ああでも直してくれてんじゃない？ああみそさばさんが壁作ってくれてる。ありがとう。じゃあ俺はそこにいないふりをしよう。僕も下にいないふりをしよう。めっちゃ撃ってるけど。みそさばさんのハンドパワーが。あ来た。ハンドパワーが。スナイパーいるよ、スナイパーいるよ、気をつけ、気をつけや、気をつけや。岩谷さん、大丈夫？ありがとう、ごめん、ミスサバさん。包帯あるんだね。うん、包帯ある。あー、近づいてる、近づいてる。超来てるよ、超来てるよ。超来てる、超来てる？
これどっち行ったらいいんだ。あん、うんって、うん、今下に下に降りた。丸山突撃。うん、丸山突撃した方がいい。まだ、いやー、来たー。要塞のすぐ下にいる。建物の中いるけど、僕そして戻った。ジャンプしちゃう、ジャンプしちゃう。戻ってった。要塞の中に籠城してとか強いんじゃないこれ。いや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 、なんか、ね、みんな入ってきてる。要塞に入ってきてる。入ってた、ごめんなさい。すごい、だってエレキこもりっぱなしだよ、要塞の中に。動かない、どういう風になるかは。あ、またエレキが最後の一人だ。死んだアルファダークに。ぴょんぴょんしちゃう、ぴょんぴょんしちゃう。アルファダークやられたわ。私ぴょんぴょんしちゃう。誰かいる。もうそこは占拠されたよ、敵に。もうエレキさんだけだもん。うん、上見たら殺されそう。もうここ今壁壊されようそうとしてる。そう、いつから来る。ここ開けてくる。来ない。開けては来ねえだろ、撃ってくるだろ。もう開けてくるから。左もう周り歩き回られてんじゃん。ガッチャガッチャ行って全員の武器取られて仲間たちの。ここをたまたま開けた人が死ぬといいよ。そしたら左右ちょっと見る。ちょっと早くパパって。あれじゃん、でももういないと思われてんじゃない。うん、それでさ、 うっかり入っちゃって、やり過ごして、うん、うっかり入っちゃって。さよなら、エレキ。またこういう動きのない絵でお送りします。そうだって今出てたらね、撃ってくださいって言ってるようなもんならね。こいや、本当にみんな行っちゃったんじゃない。でもまだパンパン来てる。いや、違う人同士でもう撃ち合ってる気がする。そう、ちょっと一旦ここ、でも絶対開けちゃダメだと思うけど、うん、あ、そう、絶対出ちゃダメ。はい、来たってやられちゃうから。ここはまだいたんじゃんってやられるだけな気がする。天井見てみ、天井見てみ、天井。天井見てる間にやられたりしない。天井見て、誰もいなければそこを壊して、ぽよーんって行ってみ。壊せるこれ。銃とか、あ、銃とかじゃなくてって今俺言ったのに。え銃とかじゃなくて、クワしかないじゃん、そうしたら。クワで壊せるかどうかやってみ。すごい、本当にやり過ごしたじゃん。で、あれ横壊してる、多分横壊してる。本当だ。扉を壊してた。本当、下手やな。はぁ、あ、これで…できなかったら、あ、銃でいいよ。できなかったら、できないのが分かって、できないのが分かったから、もう…届かないよ、そんな高いの。せぇなぁ。出るの？お前そっから。だってもうみんないねえだろ。出るの？だったら上を壊して、ビョーンって飛んで上から見た方がいいって。おう。惜しかった。なんでここにいるってやるの、わざわざ。あ？ね。あれ立てればよかったのに。すげえ。暴かれた。おうおお。右側から。もういるじゃん。かわいい子がいる。エレキさん、俺並みに下手だよ、わらわら。さすが、丸ぼか一のポンコツ。うめえ、この人。そうだろ。アサルトですげえ当ててる。なんで銃で壊したの。今、ふわでって話だったでしょ。え、ふわでふわで、ね、ジャンプしながら、ぴょんぴょん、かしかし、ぴょんぴょん、かしかし、壊したらって。もしくは、建物の階段をこう、何、立てて。そう。そんなん、無理だよ。次、いや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 、次銃声でバレるでしょ。あれ次はケンディ。誰かいるでしょ。ケンディか、シンケさんか。ケンディ、あ、ちびみの、あ、プレイしてる。プレイしてる。個人練習。ちょっとちょっと丸山がその踊りを覚えたんだったら俺お金出して買っちゃおうかな。売上貢献、売上貢献。それは面白いゲームにはちゃんと課金をするタイプですから。そうですよね。プレイヤーが建物に隠れているなら壊してしまおう。なんそのアントワネット的な感じで。ハハハ、トレットではない。俺の動きを、あ、見て
なんで見てくんねんだ俺の踊りを、お前。みんな見て。みんな裏で練習中、わら。裏で練習してんの。ケンディケンディケンディこうだぜ。撃たれてる、撃たれてる、俺撃たれてる、なんだ。お前の頭蓋骨を俺は割る。やめていただきたいな。一緒にならタイミング、ん？一緒にならないかタイミング測ったけどダメだった。ああ、なるほど。別部隊としてね。なるほどね。殺す気か！ここでどうでしょう？はい。おう！端っこやな。もう！だって、近いよ。なんか飛んだ瞬間に木が4つ手に入ったんだけど。気のせいかな。飛んだ瞬間に木材が4つ手に入ってる気がする。なんで？浮いてたんじゃん。浮いてたのかな。あのこの町越えたなんかクレーターみたいなところ、落ちるパワー、だいぶ遠くだ。いやーそこのテンプ、うわー、いるいるいる、もういる、人が入る正面。じゃあズーラソ。ティオタ君落ちていくよ。この辺にしよっかな。今変えんの。もう俺着陸するとこだけど。残念。今変えんのか。残念。おめえよくやるな。よくやるよな。あ、僕何もない。分かってるでしょ。何もないとこ来ちゃったぞ。いいんだろう。もう何年一緒にやってると思ってるの。その言われた言葉返しみたいな。言われたら言い返すぐらいな感じだった。それも分かってるでしょ、もう何年やってるの。そうなんだ。もう最悪、何にも感じなくなってきてるから俺、心が。それはお互い様よ。心が死んだんだな、きっと。お互いみんな心が死んでるはずよ。どうかと思うよ。そうそう、こういうやつだった、こういうやつだったって。これドリンク、久しぶり、久しぶりドリンク。でも感謝して。最初から流行の中だから。マジで。何キャラだろう。ここのちょっとした壊れたお城みたいな中行っちゃおっかな。人いたけど、人いたけど、うん、それ先にまた紙支店になるフラグ。でも俺の中のこの戦士獣が叫ぶんだ、戦いたがってる。そんなしょうがねえな。あなた疲れてるのよ。戦いの獣に疲れてるのよ。取り憑かれてるってこと。そう、うまーい。言う言う、さすが言葉の魔法使い。マリウム。心が死んでるというか殺し合った結果だ。敵で会えたら楽しそう。敵で会えたら多分いとも簡単に殺せると思うよ。ケンディさんなんかアイテム残してってくれてるかな。歌った、ったケンディさんだった。歌ったったって言った。歌ったったって言った。歌ったったって言った。3回も言わなくてもいいから。あ、もうこんな階段を立てても上の方も探索済みってわけね。でも行く。あ、何もないってわけね。あ、宝箱、あれ、ここ人入ってなかったっけな。みんなどこ。教えない、ないしょ。息ぴったりだな。ん、教えないっていうのと内緒が被ったよ。やーっとー、じゃあ足をくじいたか。やべやべ、だま、接敵接敵接敵。可能性の獣。そういえばバージョン5のアップデートじゃ仲間内で戦える練習モードはあるらしいですよ。練習モードいいな。ヨータ、お前まさかもう目が、お前もう神に。うん。
静かに、静かに顔見た。静かにうなずいた。静かに、他界していたのか。囲まれたから、リモート爆弾をバーってセットして自爆したんだけど、まあ、ダメだった。連れていけなかった。お前の心を連れていくって思ったんだけど。共に連れていくか。ダメだったか。それは大体ダメだから。ダメージは与えたみたい。あれは成功したのか。一応与えたんだ。相手強いな。強いんだよ。強いのがいるのか。この俺が負けるって思ったもん。その言葉も聞こえず終わったの。終わったけど。私が直撃を受けている。上だね、おざり。レズン、レズン大好き。僕はマスクじゃない。お前、ロンドベルなんて鈴を鳴らしてりゃいいんだよってとっさに言えるか？言えない。いや、怖い怖いしか言えない。まあ、いつも怒られてる感じだからね。グレネードなんていらないよね。いる？あね、それね、ちょっとね、使い、あ、いる。使う感覚がね、いるいる、違うんだよね。人がいた、人がいた。コンコロコンって、サウスイーストに。すげえ投げる、遠くに撃てる手榴弾と思って撃つと使える。サウスイーストに人がいた。ケンディさん撃たれてる？ケンディさん撃ってる人がわかる。あ、ケンディ死んだ。あれ？蘇った。あ、ケンディが今、撃ち殺された。で、感染始めた。丸山、え？ゲームの音入ってない？ダーン、ダーンって。うん、なんかすごい音がするよ。だそれはあの、テレビに映してるからね。左側からぴょんぴょん飛んでるけど。うん、知ってる。知ってんの。うわうわ、見える。しゃがみっぱなしだけど。見える見える。あ、あ、まあ。見える。うわぁ！おざり、それ。うわ、そーい！ん？建物、あ、もう、囲われてる。囲われてる。囲われてる。助けて。閉じ込められた。丸山閉じ込められた。助けない。助けない。助けない。靴を舐めます。靴を舐めますから。靴を舐めますから。ああ、そうした。助け。そう、プレイヤー。レズンの中の人はイクラさん、こんばんは。わらわらわら。こんばんは。イクさん頑張って。中の人はイクラさん。イクラさん、え？イクラさん大好き。はいって。ハンマーを持ってそう。違うわ。ハンマーいくつも持ってそうな声ですよね。中の人いくらさん。100トンハンマー持ってる方でも。そう、手からね、光と共に100トンハンマーが現れたりする。なぶり殺しや、わら。助けない、わら。靴舐めるって言ったのに。舐めるだけ舐めさせられてやられた。え？そうそう、香りってこと。そうそう。いくらさん。あ、映画館おめでとうございます。ありがとうございます。は？関係者。結構俺、赤いシャツにジャケット着ちゃうタイプだから。あの格好が似合う人はいないから。いやでも、盾さん手のひらを通して打って、いったーって言ってそう。よくさ、俺がそのシーンの真似をすぐするって分かったね。しそうだもん。カラオケで歌うと必ずそこのところで。靴舐めますからってダメ人間だな、わらわらわら。助けてください。靴舐めますから。あ、それハンドガンに変えてそっちにしたらロケットランチャーの方がいいと思う。あれ？うん、それ遠距離武器だからね、それは。じゃあこっちよ。はい。で、あのだいぶ遠く目ので立ててる人たちを見つけたらそこの建物にぶち込む感じで。オッケー。移動中はそれじゃない方がいいと思います。あ、もうおざりしかいない。You are last hope. Yes! 最後の希望だ。うえ。本当に何か出そうな音。本当に出ちゃうんじゃないかって。オトマスターとしてね、働いてますからね。オトマスターたちとさ、なんかこうやってやってるとさ、うん、時々俺自分が中学生なんじゃねえかなって思う時があるんだよね。待って待って、うちらのことバカにしてる。何どういうこと。どういうこと。ああいう建物、ああいう建物、ああいう建物を撃て。今の目の前にあった建物をロケットランチャーで撃て。ああいうの、ほら、今あれだ撃て撃て撃て、あそこ、あれ撃っちゃうんだ。もっともっと、どんどんと撃て。もっと高く、もっと上。気持ちいい、これ当たったら気持ちいいんだろうね。撃たれてる。当たってない、全然当たってない。
そして移動しながらもっと撃って、ポンポンポンと。そういう武器だ、それは。いや。楽しそう。これで最後です。じゃあもう、いらない。移動だ。敵ちょっとビビって動きが収まるはずだ。ビビるかな。撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、私。撃たれてる。でも、相手が攻撃やむまでちょっと待ってたでしょ。これでもう射線切れてるはずだよ。うん、ああ切れてない。カラスか。オトマスターなんで。フィールドが役立ってるね。オトマスターたちとこう遊んでるとなんかね、本当中学生じゃん。どういうこと？私と私たちこそ立てさんと遊んでると中学生と遊んでる気分だよ。でーけとか。わらわらわら、無駄打ちわらわらわら、撃たれてるわら。一発も気持ちよく当たんなかったな。こいつら成長してねえんだろうなと思いながら。いやいや、自分もだから。自分もほぼ変わってないから。変わってます。どうか。言動変わってないからもう。全員が、3人が3人とも唯一の両親だと思ってやってるからね。一人なのに両親とはこれいかに。あん。うまい。え、どっかうまかった。あ、太鼓持ちになった。はい。太鼓持ち。同レベル感わらわら。同レベルじゃないから。上だから。丸山はね、長いものに巻かれるタイプだよね。巻かれる。基本的に。どんくりの背比べや。そんなことはないでしょ。多分 Y が一番緻密なんだよ。おお。なんで出るの？出ちゃった。出ちゃった。帰れ。なんで？ああ！右斜め上前。ああ！ドングトゥダン。ドングトゥドン。なんて読むの？ドゥンドゥンドゥン。あ、これ。あ、これスナイパーライフだ、こっちは。こっちは担当ドゥンさん。あ、なるほどな。すごい。なるほど。うまい。すげえ。これドングドゥングダーン、すげえ。うまい。わらわらわら。両親のぶつかり合いだったのか、わら。こんなに。やっべえ、ドングドゥーダーンかっけえ。かっこいい。プロの人みたい。ちょっと見入っちゃう、見入っちゃう、ドングドゥーダウン。プロだな。戻ります。でも戻ります。戻ります。私もう戻っちゃったから、ドングドゥーダウン見れてなかった。ドングドゥーダウンかっこよかった。ドングドゥーダウン、プロだった。プロだわ、動きが。あ、もういなくなってた。次誰だっけ？順番的はシーンさんかな。あ、待った。ちびみの。ちびみのさんが戻ってきた？うん。演習から。演習から帰ってきた。帰ってきたところすまんな。次の任務だ。早いな。ドングドゥダン。ダングドゥドン。もうだんどの名前だか分かるんです。うまい人のプレイは見てて楽しい。ドングさんかっこいい。まあね。え？君じゃないから。ドングさんだった。むしろ早々にやられてさ、人様のプレイをずっと映してあたかも自分のように見せるっていうのはありかもね。ないよ、うん、ありかもね。じゃねえよ。これラストプレイ。そうなるんじゃないです。もうそんな時間言いたいだけ。わら今54分。 うちらが一瞬でバーンって死んだらもう一回あるかもね。うん、うん、2秒で死んだら。そう。あ、じゃあエレキキックする。あ、ちょっと意味がよくわかんないです。言いたいだけ、わら。ドングドゥンダン、ダングドゥンドン。ディングドゥンダン。バカにしてんのか、ダングドゥドンさんを。あれもう名前は分かってます。ドングドゥダンだから。名前は。私分かってるから。こいつ分かった上で。よーし。あれみたいにバカにしてるだけじゃないんだから。ディングドゥンドン。なんかね、すごいなんか怖い人がいる。なんかすげえ怖い。すごい怖い。この人すごい怖い。ダムドに出てきそう。ダムドに出てきそう。うわ、怖い。この人怖い。ダムドに絶対出てきてる。
どこだ？じゃあ、こっちの方、街がいっぱいある気がするんだよな。ここさっき人いなかったから、こっちにしとく？おぉ。そこか。いるかな？いや、もう、でも人はもうこぼれてるから、こぼれ落ちてるから。うん、だいぶ。エレキは外すって日記に書いてあったじゃないか。そう。だって今外そうと思ったら始まっちゃったんだもん、最後に。最後に外そうと思ってたらさ。なんか。でも、エレキさ、外すとさ、ガチへこみすると思うんだよね。大丈夫だって、なんか、実況するよ。実況するよ。歌は歌うけど。雨が降ってきた時にさ、今日。おお。エレキさんで時代ってつぶやこうと思ったけど、通じないなって思ってやめた。通じない。通じないぞ。俺のせいじゃねえって歌ってほしかったけど。通じないぞ。あれは俺のナンバーだから。まあ、カバーで歌う。ここは何か、あーあれ砂拾っちったよ、ここで。あるかな、いいじゃん。私、キツネさんの上に降りた。いや、ここで砂は握手。そうなの、そりゃ握手じゃろう。 D.E.S. なんだこれは。いや、びっくりしたー、びっくりした てめえ、俺のことを脅かすなんて6億年早いんだよ。だいぶ早いな、だいぶ早いな。あー、今回結構外れてんね。そうなんですよ、宝箱はもう開いてるだと。 D.E.S. あれ、何もないこの家。 A路壊すか、つけてんな。私もこのままだとハンドガンだけになるぞ。あ、そうでもねえ、そうでもねえ武器だったぞ。このスナイパーライフルの方は落ちるんだよね。落ちる。赤い印が真ん中にないやつは落ちるんじゃない？あ、オッケー、これ落ちないやつだ、じゃあ。だいぶいいじゃん。アサルトライフルに。盾無双じゃん。任せて。ダメだ、今の言い方だともう死ぬわ。ダメだ。多分早々に死ぬわ。これ最近 FPS 全然やってないんだよね。何もゲームやってなくない最近、うん、最近ね、なんかね、なんかね、ゲームやる暇がないの。なんかパソコンで作業とかしてると大体なんか塩田さんが何々を始めましたっていうのが出てきてたのが前常だったけど、最近何も出てこない。もうゲームやる暇がないの、なぜか。撃たれてる、俺撃たれてる、俺撃たれたよ。うん、バイバイ。は？え？撃たれてる、撃たれてる。エレキを撃たれたら車線を取ろう、うんうん、これで当たるかな、エレキに。え？また盾さんから撃たれてるだけ疑惑。嘘。いや、違う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 、これは違う。方向は今の任せてはバカっぽかったな、わらわら。 S から来てる、 S から撃たれた今。私じゃないよ。うん、分かってるよ。あ、S から撃たれた、見えた見えた見えた。ピョンピョンしてる。でも、あっちに行かないといけなくない？これ通ってねえな。通ってるか。あっちから行くか。来てるぞ。そっち。どっちから？もう、ちびの裏取られようとしてる。やべ、見られてる。完全に見られてる。バレた。あばよ！え？誰が？どっちが？頑張ってな！誰が？スナライ持ってる人？で、これじゃあ、アサルトライフルだから。は？お、ちびみの、建ててるな、建物を。もう死んだんだな。まだ生きてる。早いな。まだ生きてる、まだ生きてる。まだ生きてるよね。砂使ってからにしてくださいね。撃たれてる、撃たれてる。お、その前に俺飲まなきゃ。当たんねえんだよ、そんな遠くからよ。おざりは？ん？やべ、流行の方に敵がいる。ほんまやで。
ゆかがりさん敵近いんじゃない、そこ。クソ当たんねえ、クソ誰が。私のところに敵がいる？そんなまさか。敵が入った。ハデさん。あおめえ。何を言ってるんだ？講師にやられた。はい、僕やられました。うわあ、死ねえや。あ、二人。死ねえや。死ねえや。君のさん助けにあってくれてるよ。あ、もう死んだんだ。マリオテニスやめちゃう人かに困られた。当たらなければどうっていうことはない。たてさん、貴重な指揮官っぽい。玉砕、わら。あ、これダメだったな。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。オーバーキルだ。そして、オザリだけは関係なく、いつもの全く関係なく、わー素敵なお城みたいなところに。なんであんな激戦だったのに。激戦で。みんな何やってるの？あんなお前死ねやーとまで言わせた。いつものほのぼのした映像をお届けしておりますが。自然の中からお送りしておりますけど。すげえな。ん？そうですか。もっと動けばよかった。ほんまやでー。動きたかったでー。いやー、通るかと思ったんだけどなー、通らなかったの何が邪魔だったんだろう。これ、開けたとこだな、これ。こんな感じなんだね、このサーキット。サーキットなのか、一応。サーキットじゃん。的にはそうだね。オフロード的な。今度、みんなでオタク、ザリーさんマイペースわら、オタク、探訪中。これはまた2位になるパターン？でもまだ50人いるからならないんじゃないかな。おあと、はい、家がない。おう、大体。ドリンク置いていく。うん、もう飲んで、飲めないって言われたから。銃あるよ。あのね、ポンプショットガンはね、あんまりおすすめしないな。それ上下2連でしょ多分。あれ？あ、こいつそれは大丈夫か。5発ぐらいいけるかな。その横2連2列のやつは2発撃つたんびにね、リロードだから、これはあんまり好きじゃない。そうなんや。まあ、あんまり銃撃ったことないから、どれが何かよくわかってないけどね。え、これ何やる、何を撃つゲームこれじゃあ。え？これはサバイバルするゲームだよね。そうです。あ、トム・ソーヤの家みたいなのがあるよ。ほんとだ。でも、空っぽいよ。あ、でも入ったら、ドゥングディングダングがいるかもしれないから気をつけ。あ、宝箱。名前忘れちゃったもん。ある。手つかず。すげえ色の、ジェットパックみたいなやつ。何それ。最後飛んで。ほー、何それ。これで飛べるんじゃない？飛べるの？でもね、エネルギーがある。ジェットパック来たこれ。銃をあんまり撃たないわら。飛ぶときだよ。おままだだよまだだよ。あのいざ出るとき。ん？あのお前それ。プレスジャンプウィズイン。ウィズインミミトゥアクティベート読めない。あ効果わかった。スペースキーを押すんだ。目立つなそれゴーって。すごい飛べる。ひょひょ。それで銃持てないの？あ、銃持った。いや持てない。持てるよ。持てる。え？どっちかだけ。あの武器ボタンの中に入ってるから。今やってみスペース。あいける。いける。これなんか超飛んだらまたバサって開けないのかな。すげえじゃん。スピードさ、これ乗りすぎちゃってさ、最後爆散したジャンジャック。落下ダメージにご注意ください。デュバル。タイみたいになるわけでしょ。ディバルタイみたいになっちゃうと、どうなるのこれ。フーファイターではないズだわって言いながら最後寂しげな音楽流れるから。何か特化は危ないよ。とりあえずここにいよっかな。でも宝箱の音がするよ。する？しない？しないけどな私。風かな。ブーンって音がするけど。
うんち侍がダウンしてる、ね、下にあるんじゃねえかな、おざりの足元。ここ、うん、あの今ないね。うっちょーん、目の前に敵が、目の前に左木切ってる、木切ってる、ほんとだ、のんきに木切ってる、見て、飛べ頑張った今、見せ場はできた。はぁ、あ、でも誰も取らない、君の使ったリュック。つだね、いい機体。あの、つだじゃなくて、うちを取られた、わら宝少女。じゃあ、ロビーに戻って、はい、じゃあ、今日の戦績を、はい、はい、頑張ったんだけどな、最後頑張った。じゃあ、あんま銃を撃つゲームだと思ってないからさ。あ、戦績を切る前にやることやんなきゃ。ん、お、今日のあれパーティーからキックされました、テレビ坊さん、わら今日なかったなぁ、あんまり入賞した回数が。今日最高でもチーム4位だない、チーム5位、チーム4位、それぐらいじゃないかな。まあまあ、ケータには残って似合い気がするな。まあまあだな。今日のえ、あれはエレキがハイエナしたのとハイエナしたんじゃなくて空飛ぶ少女だ、言ったんです。最後ズダっぽくてよかった、ズダ。というわけで今週はフォートナイトを、何ピンク、わらわら、最後面白かったなーって最後よかったよ、うん、よかったよかった、見せ場ができてよかった。じゃあ来週ぐらいにアップデート来てるといいね、エレキ。あれに、あのゲームあの携帯の方が先に来たっていうか、先に出ちゃったという一番やりたいのは一番最後っていうやりたい、我々がやってるやつは一番最後。来週はどうするの？アップデートは来てるといいですね。来週はまあまあいくらかな。はい、ローテーションで言うとそうだよね、ローテーションで。そうだね、うん、いや、あのマイクラメインで何にも来てなかったらエレキがなんか面白いことをするという放送になります。アップデートはまだろうな、早く海出たい、出たい。あのさ、南とかまでだったら行っていいとか出ないんですか？え、エレキさんの PS4 のプレイパワーが発揮された回でしたね。ありがとうございます、やりやすい。ちょっとあのどっちのさあれだったらいいよっていうのないの？あ、海に出ていいってこと？北の海はダメとか北海はダメだけどえ、それはちょっとまた状況を見て、まだまだそんなに、もうちょっと慎重になる方がいいと、もっと慎重になる方がいい、ね、いう判断です、皆さん。はい、お願いします。というわけで、マルス聖母環境、本日はここまでです。はい、じゃあよろしければ、皆様ありがとうございました。お送りしたのは声優じゃない立亮太と、声優の篠田由香と、はい、じゃあこれでいいです、おいおいおい、それでいいです。おいおい、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。出た、タテラン好みの洞窟見つけましたよ、わら。おし、そこ行こう。じゃあまた来週、じゃあね、またね、ありがとうございました。ありがとうございました。